193号ではクリスマスワゴンにサインボードを取り付け、街灯を組み立てて点灯確認をします。さらにクリスマス飾りのガーランドを作ります。今回付属するパーツです。193号では186号で作ったジグ、188号に付属したリボン、191号に付属したモールとバラ、192号で組み立てたクリスマスワゴンを使用します。はじめにパーツ0号のボタン電池を刻印がある側を上にして、パーツ04の街灯の底面の電池ホルダーに差し込みます。次に街灯の底面のスイッチをオンにし、 LED の点灯確認をしましょう。点灯確認をしたらスイッチはオフにしておきましょう。次にパーツ01のサインボード F の凸部2箇所に接着剤を塗り、パーツ02の雪の裏面の穴に差し込んで接着します。続けてパーツ03のクリスマス飾りの凸部に接着剤を塗り、サインボードの上部の穴に差し込んで接着します。次にクリスマスワゴンの天井板の左側面の凸部に接着剤を塗り、サインボードの裏面の溝をはめ込んで接着します。これでワゴンにサインボードを取り付けられました。次に191号に付属したモールを1本用意し、3等分に折ったらそれぞれ半円状に曲げます。次に191号付属のモールを2本用意し、ハサミで半分に切ります。切ったモールのうち3本を使用します。次に半分に切ったモールを半円状に曲げたモールに巻きつけていきます。この時半円状の部分の両端はきつく巻き、中央部は緩く巻きましょう。
次にパーツ06のベル4つのフックに接着剤を塗り、モールの頂点4箇所に接着します。次に186号で作ったジグと188号に付属したリボンを使用してリボンを4個作ります。リボンの作り方は186号の組み立てを参考にして作りましょう。次に作ったリボンに両面テープを貼り、ベルのフックの上に貼り付けます。次に191号に付属したバラの裏面に両面テープを貼り、モールの半円部分に等間隔に貼り付けます。この時1つの半円に3個ずつ貼っていきます。これで193号の組み立ては終了です。Shit.